今日はですね、イタリアのピラミッド、イタリアゾネのピラミッドを見に行きたいと思います。なんだかすっごいエネルギーを感じます。なんでしょう、このエネルギーは。やはり山の中ということでね、後ろに、見えるのは、ブレーシャとベルガモに挟まる、イズエオッコですね。はい、イズエオッコの北側にあるこのゾネという地域にピラミッドがあるようです。すごいですね。早速行ってみましょう。にしても綺麗な場所ですね。標高700メートルぐらいで、夜は寒くなるのかあんまり蚊もいなくて、今は7月の25日ですか、けどそこまで暑くないですね。おっと、ここからちょうどイゾラリロレートが見えてますね。で、向こうにあるのがモンテイゾラかな。さて進みましょう。ピラミッドまで 0.05、 これは何でしょう、メートル、フン、ちょっとわからないですね。けどこちらです。お、それらしきところに入っていきますね。さっきのおじさんもね、ここから危ないって言ってましたよね。ペリコローゾ、はい、確かにこの砂がすごい滑ります。よいしょ、気をつけないとね。お、早速目の前で女性が転びましたね。気をつけましょう。なんかここにちょっと 見晴らしの良さそうな穴を見つけました。どうでしょう。お、なんだこれ。先へ進みましょう。よいしょ。何か書いてますね。ん？ところどころになんか覗ける場所がありますよね、こうやって。これもちょっと。明らかに入ったらダメな雰囲気ですけど。ですから、ここから手だけ出して、こんな感じ。崖なんでしょうね。では、先へ進みましょう。着きました。イタリアのピラミッド、どんな感じでしょうか。お、これです。イタリアのピラミッドです。このキノコみたいな石です、これをイタリアのピラミッドと言います。ピラミディ、ピラミディディゾーネですね。はい、これはですね、その石に雨が当たって長い間、その石の下の部分だけ、固まってですね、で周りが崩れていったんですけど、その石の下の部分だけコンクリート状に固まっているので、残ってなんか不思議な風景を作っています。
で、向こうのやつとかでもね、でかい石が、その三角のピラミッドの上に石が乗ってるんですけども、もうキノコにしか見えませんよね。これは、その本当に毎年来るたびに形がだんだん変わっていきます。だから多分あの辺の上にもきっと、石があったんでしょうけども、もうそれは落ちてしまって、だん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 と形を変えていっています。さっきね来る時の道にもでっかい石があったんですけども、それも将来そうなるでしょうっていうことでした。向こうにはね湖が見えています。皆さんもね、もしイタリア伊豆横に来られた際はぜひこのピラミッド見に来てくださいね。多分エネルギーもあると思います。ではチャチャオ。